こんにちは。スーツを変えて人生をもっとハッピーに、イメージコンサルタントの森内真希です。本日もご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは男性経営者や男性ビジネスマンに向けたスーツの着こなしやそれにまつわる小物選び、ビジネスマナーについて女性の視点を交えた情報を発信しております。今日は動画の最後でお知らせもありますので、ぜひ最後までご覧ください。さて、8月も終わりに近づいてきますと、秋冬物の生地もどんどん入荷されていると思います。意識の高い皆さんならジャケットパンツの基本であるネイビージャケットとグレーのパンツはお持ちだと思います。ただいつもいつも上が紺のジャケットで下がグレーのパンツですとマンネリ化してきますよね。そこで今日は脱おじさん、脱マンネリのおすすめジャケットパンツコーデをお届けしたいと思います。脱おじさん脱マンネリジャケットパンツコーデその1はネイビーグラデーションです。ネイビーグラデーションというのはジャケットも紺、それからインナーも紺、パンツも紺ということで紺尽くしのコーディネートです。基本的にノーネクタイで着ていただくのがいいと思います。爽やかというよりおしゃれな大人なコーディネートですので、ビジネスで着れるかは業種とか TPO とかお立場によると思いますけれども、社内などリラックスした時の服装かなと思っています。信頼感を与える色、紺の3乗ですので嫌味な感じにはならないと思います。ちなみに私も今日は紺のグラデーションにしてみました。この紺のグラデーションのコツとしては、全くの無地の上下だと面白くないので、ジャケットにニュアンスのある生地を選ぶということです。例えば木調であるとか、木調って木糸って言ってちょっと まだらな感じですね、2色の色を織り混ぜて織ってあるものであるとか、また数色が混ざったような透明無地に見えるようなもの、それから鳥の目がたくさん並んでいるように見えるバーズアイなど、近くで見るとわー素敵な生地ねって言われるような、さりげなくでも一つ工夫があると言いますか、のぺっとした紺の無地の生地を選ばないことが大切だと思います。それに合わせるのは紺の無地のパンツでもいいですし、同じように、木調の木糸の生地のパンツでもいいですし、ジャケットパンツを紺で合わせていただいて、インナーも紺で合わせれば完成です。インナーは紺の無地シャツでもいいですし、私が着てる襟がないですけどこんな感じになりますし、紺の無地のニットポロであるとか、もう少し寒くなってきたら紺のハイネックのセーターなどを合わせていただければ完成です。私は紺のハイネックのセーターが本当に知的で素敵だなと思っています。ということで、1つ目は紺のグラデーションでした。2つ目はグレーのグラデーションです。今お伝えしたネイビーのグラデーションをグレーに変えるだけで完成です。簡単すぎですが、グレーは紺よりも落ち着いた印象になりますので、ジャケットをパンツよりも明るくしてグラデーションをつけるといいと思います。紺と同じようにニュアンスのあるジャケット生地を選んでいただくといいと思います。ジャケットを無地っぽいものにされるのであれば、シャツは太めのグレーのロンドンストライプを選んでいただくと貫禄が出ます。ジャケットをヘリンボーンにするとか、グレンチェックを選んでいただくのもいいと思います。このようにジャケットにもし柄が入るようであれば、インナーはグレーの無地にしていただくのが合わせやすいと思います。ですからグレーのドレスシャツも1枚あるといいと思います。あまり濃い色じゃない方がいいと思います。同じようにグレーのポロニット、グレーのハイネックがあればグレーのコーディネートは完成します。私はハイネックが好きですけれども、最近はハイネックの半分ぐらいのモックネックも流行っているようですけれども、私はちょっと半端な高さではないかなと思うので、どちらかというとハイネックの方が40歳以上の方には合うかなと思っています。パンツについては無地のグレーを選んでいただいてもいいですし、同じように木調のものを選んでいただいてもいいですし、パンツをグレーンチェックにしていただくのもありだと思います。3番目、モノトーンコーデです。普段のお買い物動向とかコンサルテーションでこのモノトーンコーデをおすすめすることはあまりありません。ほとんどないと言ってもいいと思いますけれども、やはりビジネスの時は紺系をおすすめするんですね。ただ脱マンネリ脱おじさんということであれば、このモノトーンコーデにするとモードな印象になりますが、派手さはそんなにありませんので、いろんな場面で使えると思います。例えばレストランの食事であるとか、ゴルフの行き帰りであるとか、シックにしたい時にはこのモノトーンコーデが使えると思います。モノトーンコーデのコツとしては、このインナーとパンツの色を黒で揃えるということです。そこにジャケットを合わせるという方法が一番簡単だと思います。例えば黒いシャツ、または黒のハイネックのセーターに
黒いパンツを合わせて、そこにジャケットを羽織るということですね。白黒の千鳥格子のジャケットを着ていただくとか、グレンチェックのジャケットを合わせていただくと、モノトーンコーデが完成します。私個人的にはグレンチェックよりも千鳥格子の小さいものの方が好きですし、また良きも言うとチェックだねぐらいの細かなチェック柄のジャケットを合わせていただくのもいいと思います。もしくは白黒のニュアンスのある生地を選んでいただくと素敵だと思います。ジャケットパンツのスタイルはですね、基本は折り目クリースの入ったスラックスでお考えいただければと思います。これをですねデニムにしたりブラックデニムにしたりすることもできますけれども、一応ビジネスで使うときにはやはりクリースの入ったスラックスとお考えいただくのがいいと思います。モノトーンコーデの続きですが、例えばパンツを黒にしてインナーを白にして、そうすると少し軽さが出てきます。簡単なのはインナーとパンツを黒でつないでジャケットを着る方法と、逆に夏でしたらインナーを白にしてパンツを白にして白系のジャケットを着ていただくということでもモノトーンコーデは完成すると思います。なので、上下インナーとパンツの色を合わせてそこにジャケットを着るっていうスタイルがベージュにしても白にしても簡単にできるコーディネートの方法だと思いますので押さえていただければと思います。2つ目、チェック柄コーデ。なんといってもジャケットパンツの真骨頂はチェック柄のジャケットだと思うんですね。スーツでは着られない大柄なチェック柄もジャケパンならではの楽しみの一つだと思います。今回は脱マンネリということで、ジャケットのチェック柄の他にパンツのチェック柄もおすすめしたいと思います。まずはジャケットを大柄チェックにするとインパクトがあります。ネイビーグラデーションのジャケットを大柄のチェックに変えていただくだけで随分印象が変わりますし、若々しい印象を与えたり、グレーグラデーションに大柄チェックを持ってきますと貫禄が出たりするので、脱マンネリ、脱おじさん化できると思います。注意点としてはやはり色をたくさん使わないということだと思うんですね。グレーのチェックではグレーの濃淡のチェック柄、ネイビーではネイビーに青の線や例えば白の線、ネイビーの濃淡の線が入っているようなベースの色プラス一色にとどめていただくと全体がうまくまとまります。またビジネスで着るなら大柄よりも少し小さめの柄にしていただいて全体が落ち着く印象になりますので、 TPO に合わせて柄の大きさもですね変えていただくといいと思います。ゴルフに行く時とかご飯に行く時とか家族で出かけるとか旅行なんかは本当に大柄なチェックを選んでいただいてもいいと思います。さあ、もう一つチェックの合わせ方としては、ジャケットを無地にしてパンツをチェックにするという方法があります。紺色のジャケットにグレーのグレンチェックのパンツを合わせるというのは王道なんですけれども、無地の紺ジャケットに紺地のグレンチェックのパンツを合わせる、パッと見は紺のグラデーションなんですけどいつもと違う印象になって、おしゃれだと思います。またパンツのウィンドウペン柄も少しカジュアルな印象になって素敵ですし、グレーのグラデーションであれば上を無地のグレーのジャケット、下を千鳥格子のパンツを持ってきても素敵です。この千鳥格子は小さい柄の千鳥格子がいいと思います。透明、グレーに見えたりしますよね。ということで、ジャケットをチェックにするか、またパンツをチェックにするかっていうことで、パンツをチェックにするってなかなか勇気がいると思うんですけど、ウィンドウペンとか千鳥格子とかグレーンチェックであればですね、そんなに派手な印象にはなりませんので、ぜひチャレンジしていただければと思います。さあ、ということで今日は脱おじさん脱マンネリということでジャケットパンツのコーディネートをお伝えしてきました。いかがでしたでしょうか。私もそうですが、ついつい同じコーデが安心するのでいつも同じになってしまいがちなんですけれども、たまには組み合わせをこう変えていただいて、同じ色のグラデーションであるとかモノトーンであるとか柄物を取り入れてみるとか、そういった少し新鮮なコーディネートを楽しんでいただければと思います。ということで最後にお知らせをさせてください。今月末にオンライン講座をお届けする予定でおります。ご興味のある方は LINE でお知らせいたしますので、お友達登録をよろしくお願いいたします。また8月末からですね、 YouTube のライブを配信していきたいと思いますので、ご質問がある方はですね、その YouTube ライブの中でご質問していただくのも嬉しいと思います。8月30日にはご要望のあった男性のスキンケアについて同じイメージコンサルタント仲間で
ローゼンという男性の基礎化粧品を取り扱っている素敵な八木さんとコラボして、男性のスキンケアについていろいろ伺っていきたいと思いますので、こちらも楽しみになさってください。またまとめてお知らせをいたしますので、どちらでもチェックしていただけると嬉しいです。皆さんと直接そのやり取りができることを私も今から楽しみにしております。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いつもコメントなどありがとうございます。それではまた。お疲れ様でした。